よし。石垣島から荷物が届きました。石垣島有限会社ペンギン食堂さんから注文したのはですね、ほぼ1年前、去年の春ぐらいに。石垣島ラー油、こんなんちっちゃいんですね、本物って。よくほらスーパーに最近売ってるでしょ。結構太いもんね、今ボリューム感あって。食べるラー油系によくある具がぎっしりっていう感じがね、よくありますけど、これちょっと光に透かしてみた感じでは3分の1ぐらいが具です。3分の2はね、赤い透明です。ここで開けてどうすんだって話で行ってきます。お、意外とキャップは庶民的な感じのキャップですね。よし、ものすごくよく振らないとですね、かなり沈殿してましたので、もう一度。出ましたね。よし、いい匂いするなぁ、やっぱ。いただきます。あららら、やっぱうまい。香りがすごいね。ちゃんと餃子屋に置いてあるラー油の雰囲気完璧に残してますね。こりゃそうだよね、ラー油なんだもん。香り重視、そして後から襲ってくる感じの辛み、スーパーでよくある感じの食べるラー油便乗商品。食べるラー油っていうより、これラー油ではないぐらいの感じになってきますね。いただきます。今時の便乗系の食べるラー油はですね、甘みが強いんですよ。これはっきり言って食べるアロマセラピーと言ってもいいぐらいですね。南の島の香り、太陽、風、全部香りとして楽しめる感じ、ウキウキしてきますね。もちろんこのスーパーでよくある便乗系のラー油もそれなりに美味しいです。ただこれはもうこれと比べたらラー油ではないね。何かのお惣菜ですね。うまい。香りすごい。よかった。さすが元祖ペンギン食堂ですね。石垣島ラー油でした。ごちそうさま。